ね、今度ゆっくりと右に回ってまいります。またね、周りの風景が変わってまいります。今度はですね、手前に京都市の官業が都メッセ、それから向こう側にですね、茶色の建物が京都会館、ドームシアター京都が見えてまいります。この都メッセなんですけども、実は企業の入社式とか、あるいは大学の入学式、先週の土日ですか、この都メッセで大学の入学式が行われて、若い、ね、男女がたくさん来られておりました。目の前に2畳の橋が見えてまいりました。低い橋ですので屋根を下げます。橋の向こうに山が見えてまいります。そして一本ね、綺麗な柳がありますので、緑の、それも注目してください。それとね、ちらちらとね、桜の花も落ちておりますので、もしかしたら花以下が、これがまたね、風情があるんですけど。
この琵琶湖疏水の工事に非常に尽力されました。当時はね、京都市ができておりませんので、知事が最高責任者です。その隣ですけども、赤レンガとダムがあるんですけども、あれがですね、実は恵比寿川の水力発電所です。なんか不思議な感じするんですけど、琵琶湖は大きなダムとしたら、そのダムから一定量の水が流れてきますので、それでタービンを回して電気を起こす。できて100年以上経ちますけれども、未だに現役の各家庭に電力を供給いたしております。京都に有名な陶水会というスイミングスクールがあるんですけども、陶水会昭和46年までここで水泳をしておりました。京都の子どもたちここで練習をして、上手くなったら琵琶湖に行って琵琶湖横断を実施しました。景色変わりました。東山の風景が見えてまいります。このね、2、3日の雨でね、汚れも取れたく非常に緑がきれいに見えてまいります。皆さんはね、来るときは京都の西山を見て、帰るときは京都の東山を見て、桜を楽しんでいただいています。見ながらね、風景見ますと、また額縁みたいでね、非常に綺麗な景色が展開されます。屋根を上げます。また表情が違いますので、それも楽しんでいただけたらいいと思います。足の下続いていきます。だんだんね、いろんな景色がどんどん見えてまいります。少しね、奇妙な形の形。
若冲とかいわゆる江戸時代の琳派の作家の作品が多く保管されて展示されております。
ちょうどね、中国の兵馬俑が展示されております。それではね、最初の橋、左の橋が見えてまいりました。広口橋見えてまいりました。それでは屋根を下げます。25分間ありがとうございました。